はい、皆さんこんにちは。この前はですね、旅のトランペットと題してですね、ヨーロッパの生活を振り返るシリーズを始めましたね。次は楽しんだという人も何人かいらっしゃったので、次をやりますね。ロンドンを出て、ミュンヘンに到着するまで話しましたよね。そうですね、ミュンヘンに着いたというところまでお話ししましたね。今確認したんですけど、着く前にですね、どんなねところなんだろうと、こう窓からね見てるとね、ミュンヘンのその駅に入るかなり手前からですね、スピードを落としてね、でこうくねくねとね曲がっていくんですよ。ほんでこう向こうが見えたり、また他の景色が見えたりしてね、で初めてやっとね左手にミュンヘンのあのオリンピックタワーが遠くにこう見えるんですよね。でそのユーゴスラビアの青年がね、あれがオリンピックタワーなんだよって、それでついにミュンヘンにその来たっていう実感がね湧いてきたというか、で駅に着くんですね。でヨーロッパのね大きな都市の駅っていうのはね、通過式じゃなくて引き込み線なんですよね。引き込み線でストップするわけですね、大きなホールに。でそこからまた今度は行くときは今度は反対側から機関車で引っ張って出ていくんですね。だからその最終駅という感じで、なんかちょっとこう哀愁味を帯びたねその駅のスタイルなんですよね。でミュンヘンのね、当時こうちょっと薄暗いね駅でね、こう昔のなんか蒸気機関車のすすがねまだ残ってるような感じのね、薄暗い感じのとこでしたね。でちょうど寒波がねやってきて、もうね日中でもね零下10度とかねなるんですよね、最高気温がね。で夜だともう零下20度くらいありますよね。さあもういいとこでね、で着いてやっとねそのミュンヘンに来たと思って、でもやっぱり頭の中にはですね、そのうわーこれからどうやって生きていこうかと思ってね、本当に知り合いもいないし言葉もできないしね、で寒いね薄暗いところに来て、わあ偉いところに来たなと思って、でまた朝早かったからね、人がこう早足でその会社に通勤する人なんかがこう歩いて行ってるわけですよね。で見たらそのソーセージとかねビールとか売ってるそのスタンドがあるわけですよね。で見たらウインナーソーセージですよね、あれをこう温めて置いてるわけですね。でみんなこうビールを引っ掛けてこう歩いて行ってるんですよね。で僕も昼間酒飲むタイプじゃないんですけど、いやーもうこんな寒いとこ来てね、なんか気が参るからもうビールでも一杯飲んで景気づけにしなきゃいけないと思ってね。でビールっていうのはもうビアですよね、英語でもビアだし、英語でドイツ語でもねビアって言うんですよね。でいろんなのがあるんですけど、わかんないからビアビール頼んでね、でソーセージを食べてみたいなと思って、でもソーセージってなんて言うのか知らないから、こう指さしてね、指さしてムラムラって
言うんですよね。まあそうすると分かるから、んでソーセージをこう、あったかいソーセージを食べて、ビールジョッキね、いっぱい飲んで、でちょっと気分をこう和らげてね。それからまあホテル探さなきゃいけない、もう寒いからね、どこも入りたいわけですよ。でね、昔はその今のように携帯で探すとかそういうことできないですから、駅にね、大きなこう大きな看板のようなのがあって、いろんなホテルがね出てるんですね。写真とか、なんか電話番号とか値段とかね。でこう安そうなホテルをこう見つけて、でまあ隣に地図が書いてあってね、でああこうやってこうやって、あんま遠くないな、あここだったら大丈夫だと思って、そのシバンタ通りっていうね、いくらそんな遠くない通りにある安いホテルをね見つけたんですね。でそこにはね、ホテル専用の電話があるんですよ。その電話機を取って、で番号をね、書いてる番号を回すとホテルが出るんですね。でホテルの人が出てね、でもね、なんかホテルなの全然英語ができない感じなんですよ。でこっちはもうドイツ語全然できないですからね、とにかく英語で、なんとかもう部屋空いてますかねって聞いたら、なんとかまあ分かったんでしょうね、いやいやいやっていうのねほんでそれ以上はもうあんまり言えないから言ってもしょうがないし、ほんで電話切って、ほんでこうそこに歩いて行ったんですよね。でまあ古い大きな建物でね、その螺旋階段をねこう上がっていくんですよ、ギシギシって音がしてねで入ったらね、受付にね男の人がいて、でもう僕も英語だけですよ、もうさっきね駅から電話したんですって言って、だからその人はもうほとんど英語できなくてね、ドイツ語でなんとか言うわけですよ。でまあパスポート見せてね、で、まあ部屋欲しいって言ったら、朝早かったんですけど部屋空いてたから部屋に入れたんですね。普通はもう昼から午後ぐらいですよね。ほんでまあ夜行列車でね疲れてたし、でも部屋に入ってもう布団にくるまってねすぐ寝行ったんですよね。夕方ぐらいまでぐっすり眠ってね、ほんで目が覚めて、ああちょっとね街を散歩しようと思って起きて、でまあ大体にぎやかな方向に向いてね歩いていって、ずっとまあ街を見るわけですよね。本当に美しい街でね、ミュンヘンは。で地図とかね買って、でまあこう見るわけですよ、どこにこう行けば、どう行けばいいかとかね、なんか電車、路面電車何番とかね、で地下鉄とかそんなのをこう見ながらねうろうろして、でまあどっかでご飯食べてね、ご飯食べたのはね駅前にね、その当時中華料理っていうのがあったんですよ。でその前を通ってると、そのレストランのショーウィンドウにね、五目ラーメンって日本語で書いてあるんですよ。わあと思って、まあ寒いしね、ああ五目ラーメン食べようと思って、でそこの中華料理店に入ってね注文したんですよ。そしたらこう日本のようなちょうどね五目ラーメンのような丼で来て、で食べようと思ってこう麺をすくったらちょっとおかしいんですよね。
なんだと思ったらスパゲッティなんですよ。そのいろいろ入ってる具はね、やっぱり日本のようなその五目ラーメンの具のような感じなんですけど、麺がねラーメンじゃなくてねスパゲッティなんですよ、イタリアのね。まあがっかりしましたよね。あまり美味しくなかったですよね。それで店員にね、これスパゲッティじゃないのって言ったらね、いやー材料がねなかなか入らないんですって。ちょっと駅前だったからね、ちょっと英語ができたんですよね、その人で中国人だったんですけどね。それがまあミュンヘンに着いて食べた最初の食事ですね。それでまたホテルに帰って夜ね、これからどうやって仕事を探そうかなと思って、どこで何やってるのかもう全然わかんないわけですよね。建物を見てもそんななんか劇場のようなとこもクラブのようなとこもないし、わーどうやったら仕事を探せるのかなと思って、でまあトランペットもね練習しなきゃいけないし、でホテルでは練習できないでしょ。昔はね、その今のそのヤマハのあのサイレントブラスとかね、そういう便利なね弱音機でミュートがなかったんですよね。普通のミュートだとまだ音がね大きいぐらいで、ホテルだとね、そんでもうしょうがないから昼間ね、次の日の昼間公園に行くんですよね。で公園の、まあ、広い公園だから寒いしあんまり人はいないんですけど、でこう木が何本かあるようなその中に入ってちょっともう練習するんですよ。もうそれがねもう本当に昼間でもねもう零下10度近くでね、わあもうもう30分もね立ってられないんですよね。でもやっぱり吹いとかないとコンディションがだんだんと、まあ、落ちるんでね、で、まあ、ちょっとね やらなきゃいけないんですよね。それでそうですね、僕はこの前ロンドン出たのが1月12日水曜日って言ったんですけど、さっきね調べたらね1月12日は月曜日でしたね。だからまあ、2、3日ブラブラ多分してたんでしょうね。でとにかくどうやって仕事を探そうかなと思って、でまあ思いついたのがね、ああもうジャズクラブをね、ジャズクラブを探してみようと思って、ほんでこう人通りの多いね繁華街で、まあ若い人でね英語ができそうなっていう感じの人に「すいません」って言って。声かけてね、この辺とかねジャズクラブありますかってこう聞くわけですよね。そしたら何人メーカーの人が英語できる人でね、ああここにはないけどね、地下鉄でねシュバービングという地区に行ったらねいくつかあるよって教えてくれたんですね。シバービングっていうのはそのまあ東京で言えば新宿とかね、まあ、もっと小さいですけど、その歓楽街というかね、いろんなクラブとかレストランとかそういう夜の街なんですね。で地下鉄乗ってね、ミュンヘナフライハイトっていう駅で降りてね、その辺りに近くにあるから降りてからねまた聞いた方がいいよって、とてもね親切に話してくれたんですよね。でそこを降りてみると、まあもう夕方でね冬早く暗くなるんで、またさっぱりわかんないわけですよ。ほんでもう手当たり次第にね人に聞くわけですよね。で、みんなこう教えてくれるんですよ。あ、ジャズクラブって言ってるから分かってるわけですよね。この人ジャズクラブ探してるんだなと。それでドイツ語でね言うわけですよ。
まっすぐ行って左見て右に行ってとか、どこに何々のどんな店があってとか、こう行ってるような感じなんですよ。でもドイツ語全然わかんないから、なんとかこうその人を指さすような方向にこう歩いてみるわけですね。歩いて行って、でも全然見つからなくてね、もう1時間ぐらいいろんな人に聞いてまた聞いてブラブラ歩いて、ね、それでやっとね1時間ぐらいブラブラしててね、一つ見つけたんですね。ヘルツォーク通りっていうね、通りのずっと歩いて行ってるとね、前向こうにね黄色い看板でね、ジャズなんとかって書いてあるんですよ。あーここだーって一個見つけたと思ってね。でもうなんていうか、そのやっとねこう希望の光がねこう前にね見えたという感じで、そこに歩いて行ってね、で入ったんですよね。金曜日のね夜だったんですよ。それが普通ジャズクラブというとそうこうちっちゃい狭い感じで、そこはねすごくでっかいところでね、で人がもういっぱい入ってんで、金曜日の夜だから、ほんでバンドが演奏しててね、で入って入場料はそんなに高くなかったですよね。で入って、まあ、飲み物で儲けてるわけですね、クラブは。で座るとこもなさそうだし、でカウンターに行ってね、カウンターももういっぱいなんですよ、座れないけど、まあこうかき分けて、でビールを頼むんですよね。ビールジョッキを頼んで持って、どっか空いてないかなと思ってこう歩いて回るんですよね。そしたら一個だけね席が空いてるのがあったんですね。でそこに行って周りそこの周りの人にね、あここ空いてますかって聞くんですよね。そしたら、あ空いてるよ、おいでおいでって言うわけ。こう5、6人の、ね、若いグループだったんですよね。で当時はもうアジア人って本当に珍しいから、その大きなクラブいっぱいいる中にアジア人なんて誰もいないわけですよね。でみんなその好奇心からね、いやああんたどっから来たのとかね、何歳とか何やってんのとかね、聞かれるわけですよね。でまあいろいろ話してね、日本から来てロンドン、まあ、1年近くいてトランペット吹いてたんだってこう話したんですよね。そしたらある男の子がね、ああトランペット吹いてんのって、毎週月曜日にねアメリカ人がね指揮してる、バンドがねビッグバンドがね演奏してるよって教えてくれたんですよ。で月曜日ね、月曜日の夜そこにそのトランペット持ってね行ったんですね。もうなんとか仕事見つけなきゃね生きていけないですから、まあそのミュンヘン、ロンドンでね、10ヶ月働いてて、まあ、結構いい給料もらってたんでね、ほんでまあ3ヶ月ぐらいはね仕事なくても、まあ、生きていけるぐらいのお金はあったんですけど、でもねやっぱり早く仕事見つけなきゃね吹いてなきゃいけないし、でステージが終わ、一回ステージが終わってね、休憩時間に、バンドリーダーのところに行ってね、でこんにちはって言って、いやー僕もトランペットちょっと吹くんですけど、次のステージちょっと一緒にやらせてもらえますかって聞いたんですよね。そしたらそのジョージっていう人なんですけど、すごいなんかそっけなくダメだダメだっていう断られちゃって、ね、なんかまあ若いねその学生だと思ったんでしょうね、
ですごくこうすげなく断られて、それ以上こう言えなくって、うん、で次の休憩時間にね、でもねまた行ったんですね、またその人のところに行って、とにかくね、なんとかもう仕事探さなきゃいけないから、でいやーお願いです、もういい回復させてくださいって言って、あのね日本とねイギリスロンドンでね、プロで何年間かねやってたんですって、だから楽譜読めるしお願いします、もう一回やらせてくださいって言ったんですよ。そしたらその人もしょうがねえなーって言ってでちょっとこうちょっと離れたところにそのイギリス人のねトランペットのボブっていうのがいて、でその人に合図してね、で来て、ああボブね、次のあのセット休んでいいよって、この子がね、この坊やが次やるからって、でボブもねちょうどね彼女が来てたからちょうど休憩できるんで喜んでてね、ああいいよいいよ、はいはい楽しんでとか言ってねでステージにこう上がったんですよね。でステージに行くと、もうミュージシャンもね初めて僕を見るし、アジア人なんてもう初めてだから、ステージの上で始まる前にも「えい、どっから来たの?」とかねいろいろ聞くわけですよね。ほんでドラムの人なんかね、あのユーゴスラビア人の有名なドラムの人だったんですよ。ほんで「へい日野照正知ってる?」って言うわけですよね。俺はね一緒にやったんだよ、俺のうちにね遊びに来たんだよとか言ってね、ほんででこうその晩あの一緒にやってね、んでみんなにこうホテルの電話番号とか渡して、んで帰ったんですよね。まあなんとかちょっとねこう兆しが見えてきたっていうか、そしたらね、水曜日ですよね、水曜日の夜に電話がかかってきてね、で、あのいやーバンドやってるもんなんですけど、次の土曜日あの空いてますかっていうわけですよね。それはもう空いてますよね、もちろん空いてます空いてますって言って、その人はちょっと英語ができてたんですよね。まあ、あんまりうまくはなかったですけど、当時はねドイツ英語できる人少なかったんですよ。まあ、若い人はねできる人は、まあ、ちょっといましたけど、でも、まあ、下手な英語なんですよね。でもねドイツ語を母国語としてる人にとっては英語はもうすっごい簡単なんですよ。文法構造が似てるしね、でそのドイツ語の複雑な文法に比べると、あの英語はもう本当に優しいわけです。あの文法が合ってないようなねそんな感じだから、すごく簡単なんですけど、やっぱりまあね英語、まあ、日本と同じ英語を使う機会がないしね、あんまりで、だからでしょうね、その喋れる人がまあそんなにいなかったっていうのね。今はもうすごいですよ、もうねドイツとかヨーロッパの若い人はみんな英語を喋りますけどね、インターネットとかね、なんかポップの音楽とかねもうほとんど英語ですから。それでその人がね電話してきて、で土曜日のね朝ね6時集合って言うんですよ。6時集合って、もう何にも分かんないわ、どんなバンドかね、どこで演奏するのかとか全然分かんないわけですよね。で、あの6時の集合場所だけ聞いてね、でそこに行くわけですよね。それがですね運悪くっていうか、そのすっごい寒かったしね、冷夏何度で外で練習したりしてたから、
風邪ひいたんですよね。金曜日の夜、すっごい熱が出て、もうガタガタ震えてね。で、すっごい汗何回もかいて、もうとてもなんか仕事に行けるようなその状態じゃないんですよね。でもね、最初の仕事をすっぽかしたらもうダメですからね。でホテルの人に、5時半にねタクシー来るように行ってくださいって言って、で僕をね5時にね、電話で起こしてくださいって言って、でまあ5時に起きてね用意して、でももう熱があるからもうブルブル震えてね、で外ね雪がもういっぱい降ってるんですよ。うわーなんてタイミングだと思ってね。それでまあイギリスでもねそのあまり栄養をとってなかった、体が弱ってたのかもしれないですよね。イギリスはもう食文化がすごく乏しい、世界で一番ね食文化が乏しいね、国なんですよ。イギリスってもう貧しい国の方がもっといいものを食べてますよね、イギリス人の時。まあ本当最悪ですよね。これはもう誰でも言いますよね、イギリス住んだことのある人は。ほんでまあ6時にねタクシー乗ってんで行ったんですよ。6時っていう、朝6時っていうから、そしたらねまだ誰も来ないんですよね。カフェのねその喫茶店の前なんですけど、まだ開いてないわけですよ、朝早いから。でもう雪降ってその喫茶店でね、もうブルブル震えながらね待ってたんですね。そしたらこうボトボトとボチボチそうなんか楽器持った連中が来るわけですよ。で聞いてね、あ今日ね名前はねバンドの名前、バンドリーダージョン・ウェスって言うんですよね。ジョンのバンドでやるんですか、ああそうだよつって、ほんでこう自己紹介し合ったりして、ま、寒い中待っててね。でなんだ6時って言ったのにどうしたのみんななんか集まらないねって言ったら、いやいやいつもこんな調子なんだよって言うわけ。まあ夏のねあったかい日、暑い日ならいいけど冬の寒い日にね、で熱があるしね。でねもう7時頃ねやっとバスが来たんですよ。でバスが来てバスに乗ってね、でもうすぐもうバタン球でもう横になって、でそのバスもまだ寒くてね、それでその北ドイツまでね、ミュンヘンって南ドイツですから、で北のねカッセルっていう町にまで行くっていうんですよ。でもカッセルって言われたってもうどっか分かんないわけね。でなんか6時間ぐらいかかるとか言うんですよね。うわほんでもうバスの中でブルブル震えながらね行って、途中まあそのサービスエリアでね泊まって食事するわけですよね。もう寒いからね、もうスープをね、団子スープ、クヌードルってね、団子のね、団子があってね、そのスープなんですよ。美味しかったですよ、もう寒かったから、すごい美味しくて。で、そのドイツの団子がね、今でもね、大好きなんですよね。んで、そこに着いてね、なんか、昼過ぎですよね。着いてご飯食べて、そしてなんか3時ぐらいからリハーサルやるっていうんですよ。まあだいたい寄せ集めのようなバンドでね、だからまあちょっとリハーサルやるっていうんですよ。ほんでなんかどれぐらいリハーサルやったのか思い出せないですけど、でまた休憩で夕ご飯食べてね、で8時から演奏なんですね。で8時から何時まで演奏するのって言ったら4時までって言う、朝の4時まで。うわ
でバンド一つしかないわけね。うわあなんだこれはって、そのダンスの伴奏なんですよね。でその日本とかイギリスだと必ずバンドが2つあるんですよね。ほんで30分ずつ交代するわけ。